私は ですが、セレノ、そうでしょうか。確かに。お聞かせください。確かに。決めねばなりません。確かに。それでは。それでは。それに。では。投票を始めよう。エスフロスト軍とハイサンド軍、どちらにつくか、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。ご当主様のご意見に。異論はありません。良い説得でした。若のご意見に。新年の天秤よ、
我らの選んだ道を示せ。道は定められた。我らはエスフロスト公国につき聖ハイサンド大峡谷軍を討つ。道は決まった。我らはエスフロストにつきハイサンド軍を討つ。これよりソルスレイ軍撃退戦の軍議を始める。城門を閉じて厳しく監視するよう衛兵たちに伝えておこう。みんなよろしく頼む。続けるウォルフォート家にソルスレイ率いる聖ハイサンド大峡谷の軍勢が迫る。二大国間の要衝に位置するウォルフォートに自主独立の自由はすでにない。いずれかの陣営に加わらなければ破滅が待つだけだった。セレノアはエスフロスト公国との同盟を選択した。それは旧敵に膝を屈してでも生き残るという強い決意の表明であった。ジーラ、ソルスレイ殿の人となりについて知っていることがあれば皆に教えてください。ソルスレイはエンコとローゼル族の管理を担う七星人、つまり潮を操れる立場にあります。その財力はハイサンドでも飛び抜けているのですが、反面強欲で嫉妬深い人物という評判です。物資や武器に金をかけているとすれば手強いな。そのような人物が先手を打ったのです。準備は万全と見た方がいいでしょう。お気をつけください。ハイサンドでは七星人は特別な存在です。一筋縄で行く相手ではなさそうだな。だからこその同盟です。エスフロストを利用して撃退しなければ。皆も頼みます。思うところはあるでしょうが、すべてはウォルフォート家のために。ウォルフォート家のために。アブローラ将軍から伝令が届きました。予測される戦場はウォルフォートの港。その場で軍議を開きたいとのことです。よし、出陣しよう。旦那、どうかお恵みを。物乞いか。エスフロストの鉱山から流れてきたようだな。ルドルフ、お役目の途中だぞ。ありがとうございます。旦那様に良いことがありますように。すま、行こう。開戦以降随分と増えたな。道行く人の顔も暗い。どうした、上の空だな。いや、昔のことを思い出してな。
運びやめ、もう逃げられんぞ。くそ、ここまでか。塩の裏取引の現行犯で逮捕する。頼む、見逃してくれ。俺が戻らなければあいつが、弟が死んじまうんだ。知ったことか、国に逆らう不埒者め。追ってお前は裁かれる。それまでは牢でおとなしくしてるんだな。話せ、頼むから行かせてくれ。俺が塩の密売に手を染めたのは、病気の弟に薬を買ってやりたかったからだ。貧しい俺たちは毎日食うものにも困っていた。薬を買う金なんてあるはずもない。悪いことだとは分かっていたさ。だけど他にどうすりゃいいって言うんだ。結局弟は俺が投獄されている間に死んじまった。俺と交わした約束を果たすこともなくな。そうか。すまん、あんたには関係のない話だった。仕事に戻ろう。我らの動き、他の七星人に知られていないだろうな。エンデ家の者は密かに動くことに慣れておりますゆえ、ご安心を。失敗は許さんぞ。グリンブルク王都の輸送路が使えなくなった。大切な荷物の新しい輸送路を何としても確保しなければならん。はい、ウォルフォート領を抑えれば今まで以上に仕事がしやすくなります。表向きにはウォルフォートがハイサンドの配下となる。教皇もさぞお喜びくださるでしょう。エグスアムなどただの若造、同胞の懐を嗅ぎ回る番犬に過ぎん。七星人で本当に有能な者は誰か、教皇に分かっていただかないとな。出陣するぞ、部下。目指すはウォルフォートの港だ。最後に石膏から最新の報告が入った。ハイサンド軍の到着は夜になる見込みだ。野戦になりますな。今のうちに周囲を偵察して地形を再確認しておこう。そんなに不安があるな。我が軍がついている。ロラン王子を差し出して正解だったな。できることをやっておきたいだけだ。後悔しないように。本気せがましく言いよって、当てにしていいのか、ベネディクト。味方ではあります。だが本も売りたいし、我々の戦力も削ぎたい。それがエスプロストの本心でしょう。勝てばよし、我々がハイサンドと相打ちにでもなればなおよし。そういう腹か。思い通りにはさせない。そのために勝つ準備をしっかりしよう。
負ける気がしねえ。ウォルホートに来てよかった。主家を攻め落とした相手と手を組む気分はどうかね、セレノア殿。ウォルホートの民を守るためだ。そのために友だった王子まで差し出すか。見上げた覚悟だ。だが事情は私も同じでな。エンデ家の繁栄のためにはこの地が必要なのだ。ソルスレイよ、火事場泥棒が理屈を言うな。フン、エスフロストに学ばせてもらったのだ。勝者が全てを手に入れる。理屈など後でいくらでもつけられるとな。そのこと宣戦布告と受け取った。敵は寄せ集め、ソルスレイ様が戦われるまでもありません。ここは私めにお任せを。言うではないか、部下。よし、見事手柄を立ててみせろ。セレノア殿、己の正しさは戦って証明するしかない。戦場においてはそれが全てだ。ああ、自分の剣で勝ち取ろう。ウォルホートの土地も名誉も。良い覚悟だ。攻撃開始。セレノア殿、先陣は任せるぞ。承知。任しとけ。やってみます。はい、行きます。僕が行きます。お手伝いします。頑張ります。必ず守ろう。光栄です。
ウォルホートを手に入れれば我らソルスレ一門は安泰だ。全軍進め。みんな、エスフロストとハイサンドに見せつけよ。我らウォルホートここにありと。勝利への糸口は準備は抜かりなく。私ですね。遺産通りなら蹴散らすぞ。別動隊は何をしている。早く船を伝え、奴らの側面を叩け。アブローラ、貴様の強さは誰もが認めるところ。だが私の策で仕留めてみせるぞ。つけいる隙は。行きますよ。負けられない。はあ、仕事にかかります。負けられない。ミシマル発進。引っ張らないように。油断はできません。お役に立ってみせます。こちらの番だ。やらせはせんさ。手になってやる。行きますよ。行きますよ。最善の手は
守りを固めましょう。ありがたい。相手になってやる。たとえこの身が滅びようと。つけいる隙は。ソルスレイ様が見ておられる。失態は許されんからな。はっ。必ずや奴らを屈服せしめます。痛めつけましょう。さて、やってみます。お任せください。勝たせていただく。さてと。危ない。負けられない。今こそ。手応えあり。私の出番です。立て直します。ありがとう。どうだ。ガラ空きだ。行きます。
よくやった。勝利への糸口は守りを固めましょう。いけるぞ。蹴散らすぞ。やっ、苦しかろう。行きますよ。やったな。うわ、行きますよ。ほっ、やってみます。聞いてくるよ。相手になってやる。はっ！さてと。全力を尽くします。ここが踏ん張りどころだ。頑張りますね。さあ、行こう。やった！くらえ！
与えてください。情けは禁物です。さあどうぞ。助かりました。すべて切る。生かしては返さん。やるか。やりようはあります。行きます。答えが出ました。この地形であれば一丁やるか。負けられない。私ですね。
すべて切る。私の手番です。情けは禁物です。隙あり。定石に従ったまでです。石丸発進。この地形であれば始めようぜ。どこから攻めるか。参る。お任せください。頼みましたよ。こう諦めろ。こちらの番だ。痛い。どう攻めるか。終わりです。今ですね。私の手番です。立て直します。助かりました。やるな。やってみます。これで大丈夫。気が利くな。しっかり考えよう。後から聞いてくるよ。一丁やるか。さあ、行こう。私ですね。蹴散らすぞ、たとえこの身が滅びようと。さあ。助けはいるか。やらせはせんさ。最善の手を。準備は抜かりなく。私です。しました。一丁やるか。私ですね。行くぞ。後から聞いてくるよ。さあ、行こう。今こそ。やった。全力勝ちです。後悔だけはしない。迷いを断ち切った者は強くなる。
それは友との契りともなればなおさら。後悔だけはしない。それが私に今できることのすべて。この地形であれば当たれ。やった。やるな。やるな。私ですね。いけるぞ。勝利への糸口はここです。まだなんとか始めようぜ。助けはいるか。構え。しっかり考えよう。後から聞いてくるよ。行きます。行ける。なんというざまだ部下。この無能者。申し訳ありません。ここまでだ。ウォルホート領は渡さない。勝者は全てを手に入れると言ったな。その言葉通り貴公の命をいただこう。待ってくれ。なんだあの不気味な炎は。爆発も狼煙もウォルホート城のあたりから。ハイサンドの援軍。エグスアム、なぜここに。この戦いの勝者が私だと伝えに来た。おとり役ご苦労、ソルスレー殿。なんだと。決着はついたと言っている。ウォルホート城はすでに私が落とした。事実です。今上がった赤い狼煙は我が家の者だけが知る落城を知らせる合図だ。次の戦場ではこうはいかんぞ。さすがはアブローラ将軍、引き際をよく心得ている。さてセレノア殿はどうする。ウォルホート城のお父上や民はまだ無事だが。分かった。武装を解除して従おう。三軍入り乱れての戦場を支配したのは突如姿を現したハイサンドの巡営エグスアム・マーシャルだった。形勢不利と見たアブローラ将軍は急遽撤退。戦
いは意外な形で幕を閉じる。そこは当主の場所だ。今すぐに降りろ。あいにくここはもう我らの城だ。ウォルフォート城は落ちた。我が切り札の一撃でない。あの紫色の炎はハイサンドの新兵器ですね。そう、異邦院が開発した魔力結晶だ。まだ未完成だが威力は見ての通り。反抗するならもう一度使うことになる。わかりました。民に被害を出すわけにはいかない。良い心がけだ。みんな外せ。はっ。何のおつもりで。若くして才能を示すと敵も多い。従えるには演出も不可欠ということだ。セレノア殿、私はあなたと話をしに来た。引き入れてくれればすぐにここを去ろう。話、一体どのような。女神の恵みに寄生し、私腹を肥やす輩を私は駆逐したい。君たちにその一助となってほしい。伺いましょう。詳しい話の前にこれを。それは異邦院で作らせたシモン殿の薬だ。なぜシモン様が倒れたことを知っている。やはり噂は事実だったか。鎌をかけたな。薬は本物だ。真の像の発作に効く。恩に来ます。何、これから貴公らに頼むことに比べればささやかな土産に過ぎない。取引ということですか。そうだ、あなた方もご存知のソルスレイ・エンデ。彼は古くより塩の扱いを任されたエンデ家の当主で、七聖人の一人であるが、その権威を利用して塩を不正に横流しし利益を得ている。塩の不正売買。紹介を経ずに売りさばいているというわけですね。あらゆる取引を紹介が担うことで各国の均衡を図る。煙鉄大戦休戦時の協定に反する行為だ。そう、重大な背信行為であり、ハイサンドの恥ずべき汚点である。あれほど巨大な円弧であれば隅々まで目が届くとは言えんでしょうが。無論ソルスレイを野放しにした我らにも席はある。しかしその売り先がエスフロストともなれば由々しきことだ。不正な塩の売買、確かに耳にしたことがあります。それは話が早い。彼らは不正だけでなく他国を苦しめている。単価はできない。それで取引とは。彼を失脚させてもらいたい。あるいは殺せと。察しがよくて助かる。
薬は差し上げよう。もちろん白門を開始する。良いのですか？当然だ。厄介な取引を頼むのだからな。断るという選択肢はないのですね。そういうことだ。では私はこれでお父上のご回復を祈っておりますよ。いかがなされますか、ソルスリー様。うるさい。今考えているところだ。エグスアムの介入は想定外でした。知らされていなかった若様、ハイサンドの七星人ソルスレイ、我らの苦境を知り、ぜひ物資や資金を送りたいと。ありがたい申し出だが、なぜ今の我々に手を差し伸べる？何か意図があるのでは？はい、残念ながら善意だけで動く者はハイサンドの七星人にはなれません。しかもソルスレイ殿は他国との交流にずっと冷ややかな態度をとっていた人物。この援助は我々に恩を売り、ウォルホート領に影響力を持つための布石と思われます。やはりそうか。しかし傷ついた民や兵を癒すには物と金がいる。エグスアム殿との取引も果たさねばなりません。探りを入れる好機でもあるかと。裏があるのはこちらも同じだな。ソルスレイ殿の申し出を受けよう。かしこまりました。対策は追って考えましょう。